オースティン・チャールズ・ヘッジスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍産ファン、カピストラの出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のクリーブランド・インディアンス所属。相性はヘジー。サンディエゴ・パドレス時代2011年の MLB ドラフト2巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後。 参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスでプロデビューし A-9 ユージーンエメラルズでもプレーした。2012年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし96試合に出場して打率27910本塁打56打点14盗塁を記録した。2013年は A 級レイクエルシノアストームと AA 級 サンアントニオミッションズでプレーし、2球団合計で86試合に出場して打率、264本塁打、38打点、8盗塁を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2014年は、a 級サンアントニオでプレーし、113試合に出場して打率、225、6本塁打、44打点、 一投類を記録した。2015年はトリプル A 級エルパソチワワズで開幕を迎え、5月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦の8回表に代打で登場してメジャーデビューを果たした。この年メジャーでは56試合に出場して打率、168、3本塁打、11打点を記録した。 2016年は8試合に出場して打率、125、1打点を記録した。2017年は120試合に出場して打率、214、18本塁打、55打点、4盗塁を記録した。2018年は91試合に出場して打率、231、14本塁打、37打点、3盗塁を記録した。 2019年は102試合に出場して打率。176、11本塁打、36打点、1盗塁を記録した。2020年8月31日にマイク・クレビンジャー、グレッグ・アレントンのトレードで、ジョシュ・ネイラー、カルク・アントリル、ガブリエル・アリアス、オーウェン・ミラー、ジョーイ・カンティーヨと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。ありがとうございます。